今日は誰をお迎えするんですか？はい、メンバーもオーディションで水面下でね、決まってきまして、はい、ロリータアイドルも指導間近ということで、ロリータとは何ぞやを学びたいということでアドバイスいただくために、はい、ロリータ界の方をゲストにお呼びいたしました。ということはお墨付きをもらっちゃおうということですね。はい、はい、本日のトークゲストは雑誌ケラゴシック&ロリータバイブルの創刊編集長鈴木真理子様。鈴木真理子です。よろしくお願いします。そしてロリータ界のトップモデル青木美沙子様です。青木美沙子です。よろしくお願いします。あのみのりさんとあのお二人の関係はどんな関係なんですか？はい、私は真理子様とはあの雑誌ケラとかゴシック&ロリータバイブルにモデルとしてたくさん出させていただいた時にとってもお世話になった編集長さんで、はいはい、うもうあのレジェンドなので、うん、そうですよね、ゴシック&ロリータ界の。でも私も、はい、あの当時ケラを見てたんで、うん、そうあの12歳とか3歳の頃、小学校6年生とかの頃に読んでて、ケラっ子、ケラっ子。そしてみさこちゃんとはあの私はもともと美沙子ちゃんのファン で美沙子ちゃんに会いにお茶会に行ってカメコをしてたぐらい好きなモデルさんで、でも今はねもう私もこの業界に入って18年近く、うん、確かに長い ね私たちね、長いんですよ。もうずっと仲良くさせてもらっているので今は同志として、うん、ね一度も喧嘩したことないよね。ないね。怒られたことあるけど、ね、怒られたことあるんですね。今日は私もロリータファッションを着させていただいて、かわいい。みんなでロリータ、すごい、かわいくないですか？ね、今日お揃いなんですよね。そう、双子なので、双子ロリータ、はい、ハロウィンも近いという。そう、耳も一緒につけて。確かにハロウィンロリータだ。まずじゃあ青木さんの方からファッションチェックを、はい、していきましょうか。私はメタモルフォーゼというブランドのお洋服を着てるんですけど、はい、まあ、こういう企画ということでやっぱりザ・ロリータっていうお洋服を着たくってヒメロリのお洋服を着てきました。でボンネットってロリータにとってはすごい無敵アイテムなので、もう一番清掃というか、はい、ということでボンネットをかぶってまいりました。うわー、めちゃくちゃ可愛いです、ね、やっぱ気合い入れたい時はね、そう、ボンネットは気合い入れたい時はボンネット。そうなんですよ。なんか無敵になれるんですよ。戦闘服みたいな感じで。なるほど、戦闘力上がるんだよね。そうそうそう、かなり誰にも負けないぞみたいな感じになるので、かなりオーラを感じます。いやでもマリコ様にはもう本当かなわないで、マリコ様の今日のファッションがいかがでしょうか？わかります。いや今日もすごい素敵で、ネックレスとかすごく素敵で、ね、かわいい。ありがとう。なんかポイントとかってあるんですか？ですね、まずお洋服のブランドを説明しますね、はい、これは金子勲っていうブランドで、はい、あの皆さんご存知だと思うんですけど、ピンクハウスっていうブランドを作った金子勲さんがピンクハウスのちょっと後に作ったブランドで、今日はそのレアヴィンテージの20年ぐらい前の服です。すいません、私まだロリータ初心者でして、ピンクハウスについてあまり詳しく知らないんですけども、なんか教えていただけたりしますか？聞いたことありますか？聞いたことあります。お、ピンクハウスは1970年代にできたブランド で、はい、で別にロリータ服ではないんですけれど、はい、あの現在ロリータさんにすごい人気があって、うん、最近は美沙子ちゃんも出てるんですよ、はい、ね、コラボさせていただいて第7弾ぐらいまで、わーすごい、コラボしてるんだ。結構、まあ、ロリータファッションとは別のファッションなんですけど、はい、ロリータの人も好きっていう感じの、うん、まあ、ファッションブランドですね。そうなんです。で実は私あの皆さんと全然年齢が違うから、うん、あの洋服にハマったのが1980年代なんですけど、その頃着てた服がピンクハウスなんです。そうなんだ、もうじゃあすごい歴史があるんですね、はい、皆さんロリータファッション着ていらっしゃるということで、はい、クローゼットや私服でどんなロリータ衣装を着ているのか、まずはじゃあ青木さんの方から。はい、はい、私はですね、すごい、本当にロリータ歴が多分20年以上になるので、うん、すごい、まあ、本当に若い時からずっと貯めて、今年40になったんですけど、貯め続けて今1000着、1000着ありまして。1000着、そうなんですよ、すごい。ちょっとでロリータ部屋を作って、その一部屋を
だからこれちょっと一部なんですけど、うん、全部360度ロリータ服が、うん、360度そうなんです。すごい、なんて幸せな空間なんですか、うん、たまになんかちょっとストレスが溜まった時は、はい、ここに寝て寝そべって服に囲まれて、なんかこう癒されるみたいなのはやります、うん、なんてエレガントな時間なんですか。エレガントですかね。じゃあ次は鈴木さんの方で、はい、ご紹介いただけますか。はい、ですね、はい、これは、ジュリエット・ジュスティーヌっていう、うん、あの関西のロリータブランド服なんですけれど、はい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 、イベントとか行く時とかはここの洋服を私は着ることが多いです。うん、あ、そうなんですね。はい、なぜかっていうと丈が長いから大人になってくるとだんだんこう丈の長いスカートが欲しくなるんです。あ、そうなんですね、うん、足をね極力見せないスタイルになって、うん、上品ですよね、うん、とてもね。でそれこれはそのジュリエットの、うん、パニエですね。はい、パニエかわいい。このパニエがあるとたとえスカートが短くても長く見せられるので。なるほど、という素晴らしいアイテム。はい、うん、でこれは私が普段着ているピンクハウスのブルゾンと柄ワンピースです。ブルゾンも着たりするんですね。はい、ピンクハウスはもともとブルゾンが昔有名で、うん、これは復刻版ですね。あ、そうなんですね。はい、これを着てると、うん、お店のレジ打ちの女の子とかに可愛いですねって言われる、うん、あ絶対そうですよね。目を引きますよね。はい、でも可愛いです。なんかコンビニでも言われます。これはピンクハウスのお姉さんのインゲブルグの服ですね、はい、のブルゾンとそれからセットアップです。ちょっと大人っぽい、ね、大人っぽい、うん、色味が、ね、落ち着いていて、これぐらいだとなんか普段でも着ていけるかなっていう感じ、うんうん、はい、なるほど。はい、ということで今日はとても深い話ができそうですね。はい、そうですね、はい、これから新しく選ばれるメンバーのためにも改めてロリータとは何かっていうところがまず基礎の基礎から学んでいきたいと思うんですけれども、はい、青木さんはロリータとは何だっていうのは何かありますかね。まあ、ざっくりといつも答えているのが、まあ、フランスのロココ調のお洋服を日本風にアレンジした日本発祥のファッションということで、結構まあ今世界中で可愛いっていう日本語が流行ってるというか、まあ、メジャーになってきていて、その可愛い文化の一つの原宿ファッションの中の一つのロリータファッションっていうのがすごく今世界中でも人気があって、で私的にロリータの魅力は、まあ、大人になってもお姫様になりたいっていう願望は誰しもあると思うんですけど、それを叶えてくれるファッションがロリータの魅力だと思うので、その辺が私的にはロリータに虜になった一つの理由かなって思います。なるほどなるほど、そうですよね。だって女の子にはみんなそういう気持ちありますもんね。ありますよね、絶対一度は着てみたいから。そう、それが一度じゃ済まない人たちがロリータハマっていくんですね。ハマっていきましたね、はい、